Oh, wait. Is that Mr. Shakedown's location? That's really fucking convenient. Holy shit. I thought it would have just been average mooks running around. And Kiryu's not gonna keep it, is he? Let's check out the Grand. What? Oh, that sounds amazing. What? Oh, cool. お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。分かった。何の用意だ。お疲れさん。お前ちょっと今から出られねえか。え？いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにく。あんたと酒飲むくらいなら自分のションで飲むのがまだマシ。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞあれは。お、oh. 店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日は公園で待ってる。早く来いよ。おい、are we under new management? いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。え、わかりました。主任にも伝えておきます。すまんな。Okay. にょん。Oh, good. All right. Fuck it. I'll fucking throw down with the shakedown. I have no such concept of self-preservation. I got guns. I got a bunch of guns. Who needs guns? I got guns. I should go save first.
What's up, buddy? Oh. Hello. Ultimate plan. Oh. Okay. What the fuck? Another shakedown shitlord. Retreat. Wrong button. Oh! Ow. It's high noon. Thank you. Shotguns are strong, and now they can repair them. Like, it trivializes these things. I'll go and upgrade some more. Oof. I like Thug a lot. Slugger's really good too. Honestly, they're both really good fighting styles. I'm so far enjoying Majima's fighting styles more than Kiryu's. And I enjoy Kiryu's a lot. Sup, you fucker. Man, Majima looks fucking like dead talking to this dude. ほら、座れ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってって。 こんなご時世だ。10万するフグの懐石だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、竹もあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。 Why are you talking to him about shit like this?
なんだよ、最初の一杯っきり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴ぐらい切っていう、その最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴ぐらでの拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のタフさも信じられねえけど、何より一度穴ぐらに落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。I didn't realize it was something that could happen. そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、やつの目的は一体何だろうな。さあ俺が聞きたいくらい。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよつまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに登場会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんなバスに耐え続けてまで。冴島タイガだっけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。18人殺しの冴島タイガか。当時は大騒ぎになったもんだ。登場会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃、結果相手組員18人を射殺したんだからよ。登場会の生ける伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために登場会への復帰を望んでる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに？いや、なんでもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、登場会でのし上がるなあかんねん。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。登場会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要がある。泣ける話じゃねえかなあ。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。 That's because you suck. お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なら分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。お前人を一人殺せるか。殺し？
そうだ。なんで俺がそんなに言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。お出つせいから望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がお出つせいに連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いでしょうか。どっちも大事なことなんだよ。俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰はそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせてその上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされてる。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるん。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせて探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すっちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。 Yep, I'm totally fair here. You're blind here. 今度はお前が狙われる立場になる。いいな。そら楽しみだな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかける。分かった。真島ちゃん、最後に確認しとくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが18人殺そうが成人を殺そうがクズを殺そうが人殺しは人殺し。やった瞬間真っ当な人生には二度と戻れなくなる。街を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として犯人前や。やったるわ。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで。あとは好きに飲んでくれ。あ、ガムうまいぞ。食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。Can I get the... Geronimo! Oh, my. I do want to know where to get the sub-story tracker. Do it. 黙って出せ。金後悔すなよ。You got 2 health bars. Oh,
should probably heal up a little tiny bit. Point. Single. Whoop, retreat. Oh. Oh my God! Woo-hoo! Damn! I'm glad I had some money, I had the belt to hide some cash. My precious moolah! One second. Just gotta make a quick phone call. One moment.
Alrighty. I'm actually going to cut off the stream there, because I think I have some other plans for tonight. So, it's actually been really fun to get back into Yakuza. So, we'll actually begin progressing the main story proper to... Not tomorrow, most likely. Pending what happens tonight. I'll keep in touch when I'm going to start it again, but it's going to be sooner than later, because I want to keep things going. We got good momentum with completing video games on stream. I wish to maintain. Good night, everybody. I'll see y'all later. Yep, those are next on the docket. Do not worry. I just want to get Yakuza 0 done, because it's been so many false starts. Anyways, I'll see y'all later.